眼鏡アクセサリー美行でございます今朝の地元市室蘭民報の,あの一面にですねあの4年ぶりに復活しましたあのよってけ浜町のことが出てましたのでそれをちょっとあのお見せしたいと思います私どもの,あの店舗の前なんですよねそこであのこのようによってけ浜町が4年ぶり復活ですね まあこのようにですね、この写真の通り、あの、こういうテーブルとか椅子が並べられてですね、そこであの、まあ、ビールとか、あの、室内焼き鳥とか、いろんなあの、まあ、飲食の方の店が出ます。非常にあの、私も楽しみにしておりまして、本当に、あの、天気が良ければ、本当に、なお最高だと思います。